お前ら大加速だな、これ。全然攻撃が入ってないよ、これ。一人に攻撃与えても回復されちゃうよね、これね、その間に。それ、どうだ、全体ダメージだ。燃えるゾンビども。はい、どうも、こんにちは。今日もですね、ライブアフターやっていきたいと思います。放射高校なんですけど、86回からやっていきたいと思います。先ほどですね、ハッピー101で、いいねボタンを押してきたんですけど、14% のバフがありますね。これを活かしてクリアしていきたいと思います。1回かな？とりあえず1回から攻めてみるか。さて、普通のゾンビが、むちゃ硬い。サンドイッチ食ってるし、うわ、早っ、早っ、早っ、こいつら。うわ、3発じゃないと死なないね。上にいるやつらから、倒していこう。登ってきた。後ろからは来ないでほしいな。できれば。早っ。動きが早いんだよね。しっかり顔面当てていれば、あ、いいね。うん、もういないか。これで終わりだと思う。このフロアは3台目の発電機で終わりかな。うん、さあゴール前にゾンビが現れるかどうかが気になるところ。ビビった。さあどうだ、いるかゾンビ。いない。 OK、 86回これにてクリアでございます。しっかりヘッドショット当てれば2発。一発じゃ死なないんだよね。どうしても一発じゃ死なない。よっ。はい。厳しい。まだいるか。見たいじゃんか、超音波系ゾンビ。まだ奥いるわ。ちょっと一旦下がって。さあ、感染ダメージも大きい。これも地味につらい。ジャンプできなくなるからな。どんだけいるんじゃんお前ら。さあ後ろ下がりながら撃つしかないんですけど、すーごいいる。どんだけお前らいるんだよ。さて、しかも一人一人が、あともうちょい、あともうちょい、あともうちょい、出すと。さあ2台目起動、もういいでしょ。もうこのまま帰らせて。いないか。出てくるか、出てくるか。最後そこに一気に5体ぐらいとか出てくるんじゃねえの。やったー、87回。うわー、きつかったな。はいよ、はいよ。はて、ういういなんか来たぞ。出しとこうか。来るんじゃねえ、出てる、来るんじゃねえ。こんだけ数が多いと厳しいわ、ほんま。本当にきつい。よっ、さあ、硬すぎる。これ35体いるんだ、ゾンビ。すんげえ数いるな。つらいな。いや、何体だ？ようやく10体か。廊下におびき寄せていく作戦。すごいんだけどこれ、すんごい数。何なんだよこの数はよ。超音波系がうっとうしい。ロビーに入らせていただきます。助けて、もう弾がない。お前ら大加速だな、これ。全然攻撃が入ってないよ、これ。一人に攻撃与えても回復されちゃうよね、これね、その間に。それ、どうだ、全体ダメージだ。燃えろゾンビども。どうどうだ、どうだ、燃えろ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 。おお、いいぞ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 、燃えてる。ゾンビが燃えてる、ゾンビが燃えてる。近距離から来んじゃね、来んじゃね、お前ら来んじゃね。少しでも個体を減らす。でかいでかい、お前らでかいでかい。もうあともうちょいだ。なんでこれリロードできないんだよ。
OK、 一通り倒したっしょ。ここもドラム缶使っていこうか、ドラちゃん、ドラドラ使っていこうか、ドラドラおい、どうだ、効果あるか、それなんか俺も持てない、これ俺もなんか熱くなってない。ドラムちゃんをどんどん使っていこう、ドラムちゃん少ないね。あ、死んでるかな、これ少しダメージ入るんだ、これやった、終わった終わったぞ、88回じゃ。劣化、名前劣化でしたね。ドラム缶を使えっていうことだったんでしょうね。弾薬箱置いとこうか。もう来てるか、これ来て来てる、もう来るんじゃねー、あー止まっててほしいわ交互に来るな、交互に、なんでそのフォーメーションは。よ、隣も来てるでしょ、これ隣も来てる、普通に来てる、後ろにも来てる、もう OK ね。あー、これ無理じゃねえ、これ普通に無理じゃねえ、これ送信機くんをいじめるな、送信機くんをいじめるな、やめろ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 、吹っ飛ばされるだつらい、やめろ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 デカ物が本当に。あれ？何これ？2階のエレベーター乗ってうんたらって出てるんですけど、もう終わったこれ。そっか、終わったんだこれ。終わってたんだ。いや、89回やばすぎだってこれ。そして今もうサンドイッチのバフがもうこれで効きかけてるんじゃないか。まあ、とにもかくにも89回。これにてクリア、きつかった。さあここだね、ここでした。さあ誰だ、鋼鉄の感染者、硬そうな名前ですけど、あんたか、発電所のあんたか。さあ怠慢じゃと言いながら俺はこの上から撃つ、上から撃つ、一回に降りないよ俺は、でも当てづらいなそれ、当たらんもんねあーやばい、回復されちゃうなそれ、まずいな。要は降りないとダメか。あ、気泡出してくれてる。さあそこしっかり当てていきたいね。このリロードバグ勘弁してほしいわ、体力今2割ぐらい減ったか。飛行がなくなっちゃいましたけど、わこれどうしようもなくないか、1対1だとこんなにだだっ広いコートだと。よし真ん中に置くか、ダメだ、放火捨て。さあ鋼鉄の感染者、放火捨てちょー、攻撃食らってもいいから、よし、こっから反撃じゃ、反撃、どうやってかわすの、ふんがーじゃねえんだよ毎回これ、かわしようがないよね。どうすりゃいいのこれ、バックジャンプかな、しゃがめばいいのか。早いんだよねこれ、赤い表示がされた瞬間にもう突進してくるから。あ、かわしたかわした、このね一直線攻撃が異常だってこれ、どうしようもないこれ、強すぎなんですけど、なんとか相手の体力もあともう少しなんで、あともう少し、あと1割2割かな、2割ぐらいか、 あともうちょいだ、鋼鉄の感染者、バスケットコートです、もういいか、ラスト一発のはず、ラスト一発じゃない、弾がね、ほら
さあ、福吹きが効いてね、やばいよ。ちょっと待って、最後の一発なのに回復されちゃうよ、これ。頭入れて、終わった。これで90回クリア。はい、終わりました。90回、これにてようやく終わりました。いやー、きついなー。90回むちゃくちゃきついですね。KSG ショットガンだと正直ですね、火力不足がもう辛いですね。本当はね、新しい武器ショットガンとか欲しいところなんですけど、まあと100回まであともう少しなんで頑張りたいと思います。107回まで行くとシルバーナイトでしょ。もう少しだけ今の状態で頑張らせていただきたいと思います。はい。